来年3月18日の大統領選をすると思うんですが、ロシアはね、おかわり動員ができないという。歩み寄るために戦場で決着をつけなきゃいけなくなってる。孤立したクリミア半島を人質に停戦を強要するみたいな、うん、昔の言葉でいうカテゴリー B、うん、以下の部隊、ドンバスで現れてきたわけのわかんない無造無造の連中、うんうんうん、空爆ドクトリン変なんですよ、うん、旧ソ連なんとなくプーチンディスってる感じもするけど、うん、プーチンとは言わないみたいな、プイパっていうんです、ほう、プイパっていうそのプーチンをバカにする、うん、あだ名があって、うん、プイパまでは言う、うん、あ、そうなんだプーチンは、うん、あのプイパのせいでよみたいなことを言うんですけど、うん、あのプーチンとは言わない。なるほど、うん、パンって何なんですか。あ、プイパパパパあロシア語のなんかそれともなんかネットスラングみたいな、まあ、ネットスラング的なあれなんでしょうね、うん、僕も全然わかんないっていうか、プリゴジンのロシア語って何言ってるか全然わかんないんですよマートっていうその絶対口にしちゃいけない汚いロシア語いっぱいあるわけですけど、うん、そういうのまみれで喋るわけですよ、ね、うん、でもやっぱそれも普通のなんていうんですかね、こうロシア人の決してアッパークラスではないみたいな人たちからすると、なんか俺たちと同じ言葉で喋ってくれてる、でこいつはやっぱり分かってくれてるって気持ちがあるんでしょうし、でまあ、やっぱ伝統的にロシアの民衆ってその皇帝様は正しいで、周りにいるこの帝臣たちが腐敗してるっていう世界観を持ってるわけですよね。でそれにぴったり合うようなことをやっぱりプリゴジンは言うんですよ。あ、そう、ショイグ、ゲラーシモ、グジエピー、ボイプリパースイみたいな、なんかそういう言い方をするわけですよね。だからそこがまた受ける部分もあるんでしょうね、これはね。だから捕まったギルキンは、ギルキン のバックグラウンド面白くて、彼の卒業大学って、歴史文書大学って誰も知らない謎の大学なんですよ。すごいなおそらくなんか公文書館が持ってる大学校、図書館情報大学、図書館情報大学みたいな、おそらくそういうところなんですよね、うんうん、で彼と一緒にその2014年にドンバスでその武装蜂起を起こした仲間たちも多かれ少なかれそういう人文系の人たちなんですよ、実はバックグラウンドは。だからなんかそういう歴史とかをガリガリやって、なんか偉大な大ロシア帝国もう一度みたいな、そういう野望を持った文系インテリーたちの、うん、戦争だったんですよ、2014年 のドンバスの戦争って。へー。でだから今でもやっぱギルキンは割とこう態度がスノブ。なるほど、うん、なんか革命家みたいだね、うん、それって。そうなんですよね、うん、だから多分彼の中ではそういうロールモデルを自分に当てはめてる部分もあると思うし、うんうん、なんかこんなひげ生やしてるしね、ギルキンは。でこうなんかロマンスグレーの髪をこういうふうにつけていかにもあいつはスノブなわけですよでところがね、プリゴジンこれでしょこれで、ね、ショイグーって言うわけですよ。やっぱキャラが大きく違う。だから、ギルキンの場合は右派インテリのアイドルだけど、それ以上あんまり人気は広がってないんです。なるほど。プリゴジンやっぱね、本当にこう民衆に受けちゃう可能性があったから、なんかそこがやっぱこうプーチンがちょっとこう扱いづらいところなんじゃないかって気が僕はする。まあ、この件はもう分かんないですね。分かんない。だからその戦後処理を、事後処理を含めてこういう動きがありました、あ、じゃあこういうことかなって、そしたら全然違う動きになってきて、うん、でもう私はこれはね、自分との相性が悪いんだと思う。でもね、それは本当そうですよ、うん、僕も高橋先生は基本的に軍事屋さんなので、うんうんうん、ね、だからこうなんとかの戦いがあってこうこうとかっていう、うんうん、国家と国家の正規軍の殴り合いの話が専門なわけじゃないですか、うんうんうん、でそれこそギルキンとかプリゴジンとか、うん、その他こうドンバスで現れてきたわけのわかんない無造無造の連中、うんうん、ちなみにドネツクの自称大統領のプシーリンって前職はネズミ講の元締めなんですよね。もうなんかもうそういう濃すぎるキャラたちがこう統制不能な感じにこう大活躍するという、この状況やっぱね、本来我々の専門から外れてるんです。違う、うん、なんですよね。そうそう、2014年の時に、うん、この最初にわけのわかんない状況が、うんうん、ウクライナの東の方でわーっとあってきた時に急に有名になったのが、うん、当時ニューヨーク大にいたマーク・ガレオッティだったんですよ、うん、
で、あのガレオって今でもこう活発にロシアのこととかロシア の、 あの軍隊のこととか発言してますけど、うんうん、彼の元々の専門ってロシアの組織犯罪なんですね。ロシアのマフィアとか、うん、密輸ネットワークの話に本来詳しい人なんですよ、うん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 、だからああいう人に脚光が立ったってこと自体、うん、やっぱり9年前からこの戦争ってなんかそういう非在来的要素をずっとはらみ続けてるもの、うんうんうん、なんだと思いますね。しかもなんかすごいこう濃ゆい人間関係とか濃ゆい人間関係社会の中にさっきのほら人文系じゃないけど、うん、そのいろんな情念、うん、その90、80年代後半から積み重なっているような情念とか、まあ、それはロシアウォッチャーにしか分かんないね、うんうん、僕はもう全然分かんないわこれ、うん、いやなんでやっぱりあのでもどんな戦争も絶対そういう地域的な文脈が分かんなきゃ分かんないことと、うんうんうん、軍事的な知識じゃないと分かんないことがあって、あのそれを、まあ、例えば僕の場合ある程度自分の中で何とかと思うけどやっぱり両方とも中途半端になるんですよね、うんうん、だからそこでやっぱり地域研究者の人の話と、そうそうそう、安全保障の人の話と、であとその国際関係の話とかっていうのをね、みんなでこう話し合いながら全体像を描いていくしかないんですけど、なんかね今回の戦争でなんかお前は専門があれだからこの話をする資格がないみたいなこと言いたがる人が多いのが残念で、いやそれ言ったら何の話もできませんよ、なんか分かれちゃいましたよ ね、 そうなんですよね。その、ね、その本当筋金入りのロシア社会にディープダイブしてた人たちと、ね、ただほら僕から見るとあなたたちは戦争わからないでしょって言ってやって言ってやって特殊部隊で気候突破できませんよって話なんですよ。それはそうなんですよね、うん、あと対空ミサイルで地上目標狙うちはできませんよって S300 みたいな対地攻撃もあれ別だけど、あれ降参射撃しかできないですよとかって細かい話とか、うん、その軍事の常識の話と地域的なバックグラウンドの話が結びつかなきゃいけないのに、うんうん、今回そこがなんかね あんまりうまく連携できなかったっていうのはこの戦争の残念なところではあるんです、うん、だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度が全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると思う。